今日はですね、特にそのどちらの電波の神々も白魔女学園も応援してくださってる方がたくさんここに集まるということで、すごい楽しみですね。初めてこういうなんかゲームを一緒にやったりとかするイベントをするので、これを機にまたさらにパッケージのなんかのボックスの楽しさとかも伝えられたらいいなと思います。学生時代にこう印象に残ってる思い出なんかありますか？今一瞬真顔になっちゃった。そうだね。ちょっとさっきみんなで言ってたんですけど、学校の授業のチャイムが怖くてですね、あ、授業始まるなみたいな、結構ちょっとどんよりしちゃったんですけど、いやでも今日はすごい楽しい学校なので、あの一緒にこう今日一緒にみんなと一緒に学校もちょっと好きになれたらいいなって思いました。なんでどんよりしちゃったんですか？いやあのみんな多分問い詰めていく感じなのかなと思うんですけど、あんまりちょっと学生生活でこうわキャッキャウフフみたいな、こんなレクリエーションとかもちゃんと参加したことがなかったタイプだったので、そうですね、オタク活動に励みすぎてちょっと学業がおろそかになっていたので、そういう面でちょっと、はい、いろいろ反省しつつ頑張ります。はい、私も教室の隅っこでめちゃめちゃ漫画を描いて、あいつオタクだなって思われてたようなたちなんで、ちょっと学校っていう響きを聞くとあ大丈夫かなみたいな気持ちになるんですけど、でもあのちょっと教師っていう言葉に憧れなかったわけではないので、ちょっとなんかそういう先生みたいな気分を味わえるのは正直今すごい嬉しいです、はい、そうですね、いじめられた記憶とかが結構強いんで学校はあ、でも学校時代一番楽しかったのは家でネットゲームをすることでした。学校じゃない、学校じゃないね、どこに学校だ、学生時代、学生時代あの体育の授業がとても楽しかったなっていうの記憶があって、結構持久走大会とか1位とか2位とか取ってたんですけど、そういうのだけが楽しかったです。はい、リレーは楽しくなかったです。なんでリレー、あのなんか仲間と結束愛みたいなのがちょっと、ね、大変ね、はい、ん暗いな、この質問大丈夫です。じゃあ一応私も、山場が来る感じ、山場なんだろう。でもなんかちょいちょいあるこう半決めとかグループ決めがものすごく辛かったのは覚えてますね。そう、今日もグループ分けがあるみたいなんですけど、でも今日はもう強制的にどこかには入れるということなので、安心して今日のイベントはあのやりたいなと思います。はい、この一連でお分かりかと思うんですが、そういうグループなんですけど、あの今日はね、先生がセーラー服っていう結構尖った学校だと思うので今日の学校は大丈夫かなと思います。よーいスタート。
やっぱり1年間の中でいろんなお仕事をさせてもらったりしたんですけど、やっぱり自分の中では白魔女学園がすごく大きくて、まあなんていうかアクションを交えたり本格的なシリアスな芝居だったりをさせてもらって、かなりこれがきっかけで、まあこの先なんかできるか分かんないですけど、ちょっと演技のお仕事とかももしできたらすごく楽しいし身になるのではないかなと思って、ちょっと開眼したエピソード出来事だったので、かなり自分の中では熱く残ってます。去年はその日比谷野音、あの東西野音でワンマンライブをさせてもらったりとかして、すごいたくさんお誕生日お祝いしてもら、サプライズでお祝いしてもらったりとか、すごい思い出はいっぱいあるんですけど、その去年はちょっと自分のオタク活動がちょっとおろそかになってしまったなっていう部分があって、今年はまあお仕事もしつつ自分の好きなゲームとかゲーセンに行ったりとかもできたらよりいい一年にできるのではないかと思っているので、今年はそっちも頑張っていきたいなとは思っています。もうなんかそんな言ったりしたら、はい、ファンの方に見つかったりしません？あー見つかるといいね。そうですね、あんまりあの街中では私あんまり声はかけられない、あの地味なのでかけられない方なんですけれども、よくゲームセンターに行くと見かけていただけるみたいで、でもあまりにも真剣な顔であのゲームをしてるみたいで、あまり声をかけづらいという状況が生まれてるみたいなんで、まあでもまあ、ゲームセンターにはゲームをしに行ってるので、まあ、それはそれでいいかなとは思ってます、はい、ぜひね声をね見かけた方は控えめにでも言ってあげていただけると喜びますその武道館に向けて本格的にレッスンだったりとかがスタートしていまして、なんかいつものレッスンよりもすごく緊張しながらやらせてもらうことが多いんですよ。なんですけど、やっぱりこの武道館に向けてすごい楽しみにしてくださってる方がたくさんいると思うので、あの本当に私たちも自分たちも忘れられない素敵なライブにできるように頑張っていきたいなと思います。まあ、今新しく覚えることもたくさんある中で、私は実は個人的にダンスがまだまだ全然その武道館で披露していいレベルに到達してないと思うので、本当に日数も限られてるんですけど、なんとか仲間になんか教えをこうたり、一人でなんかその辺で頑張って踊ったりして、なんとかパフォーマンスのレベルを上げていきたいと思います。やる気はもう 100% あります。意気込み頑張ります。以上具体的に具体的に具体的にはあの自分にプレッシャーをかけすぎないようにしたいなと思って、結構その緊張とかプレッシャーで潰れるタイプなんで、なるべく普段通りいいパフォーマンスができるように本番まで体調管理をしっかりしたいと思います。毎日のようにその電波組の曲を聴いて頭の中で武道館を作ってこうイメトレをしてるんですけども、まああんまりこう気を負えずやってしまうと、なんか自分通りのパフォーマンスができないんじゃないかなって思うので、まあ、素のまま楽しんでなんか何回も何回も頭の中でイメトレしてればなんとかできるんじゃないかなって思ってるんで、はい、家でダンスの練習をしたり歌の練習をしたり日々頑張っております。頑張ります。やっぱ武道館ってすごく広いステージだと思うので、多分その電波組のライブをこの日しか見ない方ももしかしたらいるかもしれないので、なんかあの日の電波組のライブはすごくあの武道館はすごく良かったなと言ってもらえるようなライブにしたいなと思っています。皆さんよろしくお願いします。電波の神々でも結構ライブとか追っていただいていて、目標が神ライブっていうのも毎回掲げてるんですけど、今回はもっとすごい神々ライブっていうさらにもう一重神をかぶらなくてはいけないぐらい気合を入れているので、ちょっと武道館っていうもうその名前だけで圧倒はされちゃったりすると思うんですけど、それに負けずに神ライブにできるように頑張っていきたいと思います。